まあ、だった曲はスマイルという曲で初め CM で歌わせていただいて、もう初めて歌ってから2年以上、初めて CM に出演させてもらった時に歌った曲だったかな、確か。すいません。はい、すいません、復活しました。よかったです。そう、見てください、これアルバム完成したんですよ。皆さんのお手元にも届いてるかと思うかもしれませんが、こういうのがあってですね、これまあこういうのが中に入ってます。これ見せていいのかわかんないけど、で、中に何が入ってるかっていうと、こういう、これ見せていいのかな、いいですよね、これ CD が入っててですね、この CD も結構あの素敵な感じでやっててもらっててですね、すいません、なんか私はで、これフォトブックも入ってるんです。実はもしかしたら喜んでもらえるかなと思って入れてみました。ちょっと音楽には関係ないことだけど、まあいろんなファンの人に喜んでもらえるといいなと思って、で、これちょっとこれ中はちょっとさすがに見せられないんですけども、ちょっとバンドメンバーの皆さんに見せて、ちょっと反応で皆さんちょっと楽しみにしてもらおうかなっていう無茶ぶりの今考えた企画をやりたいと思います。音出ました、ありがとうございます。ページもありますので、皆さんぜひ楽しみに買ってみてください。ですね、そう、じゃあちょっとインスタグラムが復活したってことなんで、ちょっとコメントも見てみますか。ちょっとこっちに連れてきたいと思います。よいしょ、こういうスタンドがありますからね、今はすごいです。あ、これ結構裏側映っちゃう、ダメだ、こっちで、あ、こんにちは、皆さん。どうも。YouTube カメラめっちゃいいな。あ、カメラがいい感じみたいです。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。深海歌ってや、深海か。何が歌われるんでしょうか、これから。楽しみにしていてください。お誕生日おめでとうっていっぱい来てます。もっとこんなにお祝いされると思ってなかったんで、すごい嬉しいです。いやいや、そんないいんですよ、私なんか私のお祝いなんかいやいやいや、本当に歌うまくなったね、ありがとうございます。そうですね、スマイルはね、本当に親戚の、久しぶりに帰ってきた女の子がカラオケで歌ってるぐらいの気持ちで聴いてほしかったんですよ。だから、そうやって、はい、そうなんです。だから、褒めてもらえるのめちゃくちゃ嬉しいです。なんか親戚の人に、あんたの歌うまくなったねって言われてるような気分しますね。じゃあちょっと、こっちを戻して、すいませんね。さあ、引き続きよろしくお願いします。バク転してしませんよ。はい、では。OK です。じゃあ次の曲に行こうかなと思います。この曲はアルバムの新曲になります。コレサーさんが書いてくれた君の彼女という曲を披露させてもらいたいと思います。初披露なのでちょっと緊張しますけど、コレサーさんすごい優しい方で、なんというか私に新しいこんなこうキュートな役を与えてくれたというか、そんなこう受け取りを受け取、そういう風に受け取って、うん。なんかすごく大事な一曲になりました。歌っててすごい楽しい曲です。聴いてください、君の彼女。Yeah.
すごいキュートな歌でね、古澤さんのなんかこう、私がいただいていいんですかっていうのご自身の曲のもうすごいいい曲だから なんていうの隠し玉としてこう、やっぱこうもうちょっとね適当に書いてねってできないこともないんですよね。だけどやっぱり優しい方だし、なんか真剣に私ともすごい話し合ってくれて、すごくいい曲を書いてくださって本当に感謝してます。ありがとうございます。これさ見てるかな。ありがとうございます。あ、よきよきってありがとうございます。 JK かな。ありがとうございます。今日はですね、そんな生配信ライブなんですけど、来月はいよいよ初のワンマンライブをさせていただけることになりました。ありがとうございます。念願ですよ。名前はですね、森七ライブ2022喜びという題名で、地元大分と東京にて開催させていただけることになりました。ありがとうございます。でもずっと行ってたんでね、本当に嬉しいですよ。大分にも帰れるし、2年半ぐらい帰ってないのかな、もう。すごい久しぶりです。大分は9月の24日土曜日で、トップスビッツホールっていうところで、会場が16時、開演が17時でやらせてもらいます。久しぶりなんでね、ちょっとドキドキしますけど、ぜひ会いに来てください。お願いします。そして、東京は9月の27日火曜日、晴れ舞台という池袋のところらしいんですけど、会場が18時、開演19時でやらせていただけることになりましたので、東京の方もぜひよかったら来てください。これですね、なんか、2022年9月の何日でしたっけ？一般発売が、9月の、すいません。完璧がないと生きていけない方なんです。9月の10日から、一般発売されるみたいなんで、まだ皆さん、まあ、これなんか予約販売みたいなこともあったらしいんですけど、これからもまだ販売してるみたいなので、ぜひ会いに来れるチャンスぜひお願いします。本当ずっとまたライブがしたいと言ってて、この2年春の歌の時にやらせてもらったんですけど、それがずっとコロナ禍だったりもしたんで、やっとなんかこうだん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 っていう波に乗っていけたらなっていうことで、いいなんかそういう喜びを分かち合える久しぶりっていうライブにしたいなと思っているんで、
皆さん思いっきり楽しみに来てください。そうでもやっぱ来れない方もいるんでね、お仕事の関係、学校だったりとか抽選外れちゃったよっていう方もいらっしゃると思うんで、今日は生配信で少しでも皆さんにこう歌ってるとこパフォーマンス見てもらえればなと思って、今回私の誕生日を、私の21の誕生日1日を使ってやらせてもらいたいと思います。いや光栄ですよ、本当にありがとうございます。さあ視聴者の質問に答えてみようかなと言って、はい、わかりました。よいしょ、はい、私はカンペ通りに動いてます。よいしょ。さあインスタグラムもあるし、これな YouTube もあります。かわいい、ありがとうございます。すいません、誕生日おめでとうっていっぱい来てる。なんかアルバムのことで質問とかあれば、ここはそちらは冬ですか、服は暖かそう、東京から生中継でお送りさせていただきます。ちょっと東京は寒いかもしれないですね、様子見ると。もう一緒には半袖のお二人もいらっしゃいますんで、いろいろね、あります事情が。お気に入りの曲は、いや全部なんですよね、本当に決められなくて、どうしよう、あごめん、置いてけぼりにしてた、すいません、インスタグラムの人たちはめちゃくちゃ置いてけぼりにしてました、すいません。私がお気に入りの曲はどうしたらいいのこれ。お気に入りの曲はなんだろうな、やっぱ今君の彼女も好きだし、今までねあまりこう王道のラブソング実は歌ったことなかったんで、なんていうの、本当に彼女として歌ってるとかいうのがなかったんで少し照れくさいんですけど、なんか今だから歌える曲のような気もしてて、すごくありがたく嬉しく思って歌ってます。隣に V6 いるって皆さん言ってくれてます。皆さんのこと V6 じゃないかって。素敵なおじさま方です。V6 とは別の素敵なおじさま方です。さあ、じゃあちょっとそろそろ戻ってみましょう。よいしょ。すいませんね。暑い、ほんとこの服ちょっと暑い、すいません。帽子までかぶっちゃってちょっとねウキウキしちゃって。さあこれから歌う曲なんですけども、すごく久しぶりに歌います。それこそ2年ちょっとぶりとかだと思います。私がこの音楽活動を始めるきっかけになった曲なんですけれども、ちょっときっかけになった曲なんですけど、カエルの歌という曲で、岩井俊二さんが作詞をしてくれて、小林武史さんが曲を書いてくれてっていう、なんというか華々しいデビューを飾ったなとすごい今思いますね。しかもこう松さんや福山雅治さんが出演されてるラストレターって映画の主題歌にもしてもらって、本当になんかこう、ね、生まれてるなって今もすごく思いますけど、この2年なかなかそういうライブとかもなくて、自分が歌いたい曲を歌う機会もなかったんで、この曲を歌わせていただくことにしました。もしよかったらこう昔と比べたりしながら聴いてみてください。それでは聴いてください、カエルの歌。つぶてを
カエルの歌でした。いやー、ちょっとドキドキしますね、さすがに。2年前の M ステで出演する前に出る前ですよ、まだ終わったとかじゃなくて前に号泣してた伝説の曲です、はい、終わった後にももちろん泣いてましたはい、ということで今日は楽しんでいただきましたでしょうか。どうですかね。私もすごく楽しかったです。なんか皆さんすごいいい感じでこうやってパチパチしたコメントをいっぱいくれてすごい嬉しい。パチ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 っていっぱいくれてる。号泣覚えてるよ。あ、覚えてるか。ちょっと忘れてください。あ、少年が何かを経験したっていう歌い方と歌い声になってる気がする。あ、なんかね、それ小林さんからも少年のような歌声だねって言ってもらったことがあって、それはすごく覚えてます。なんか小林さん的な目線でありがとうございますじゃあ今日はもう最後になりますが、もう一曲アルバムから愛の印をしたいと思います。この曲はスピッツさんのカバーをさせていただいたんですけれども、なんかずっとこの曲にはすごい励まされてきて、なんていうか、すごく直接的な意味のある曲もすごい好きだし、いっぱい聴くけど、なんかどうしても卑屈になってそういう種類の気持ちになってる時って、なんかこう全てを拒否したくなる、世界の全てをうってしたくなる時とかもあるけど、この曲はなんかこう私も全ての歌詞の意味を分かりきれてるわけではなく、っていう風な認識で、でも自分なりのこれまでのこの曲との思い出とか、自分なりの解釈で進んでここまでレコーディングしたり、まあ、あとはミュージックビデオ撮影したりもさせてもらいました。そうなんです、実はこの曲でミュージックビデオが1本ですね、このあとこの配信の生配信のね最後に流すことになってるんですよ。やった。ちょっとね朝の番組で流れたらしいんですけど、まあそれでは全貌ではありません。ちゃんとフルありますんで、皆さんこの配信が私が歌い終わった後でも切らないでちょっと待っててください。そしたらすぐ始まると思うんで、あ、待ってたって楽しみすぎる。そしてですね、でも、あとこれ今8時半ですねなんですけど、22時頃にちゃんと森七 YouTube の方にも改めて投稿されるみたいなんで、それ見てみてください。ちょっとみんなの、じゃあちょっと1曲行く前にちょっとだけだとお話ししようかな。待ちます、いつまでも。すぐですよすぐなんで大丈夫ですよ。やった、嬉しい、はーいっていう、なんかいい子の人もいますすごいいい子っぽい生徒みたいな方がいっぱいいる。イエーイって、嬉しい、皆さん見てくれてありがとうございます。本当にすごい嬉しいです。私ね、こんな皆さんに囲まれてお誕生日迎えられるの夢みたいですわ。アンコール、アンコールってきてドキ最高でした、ありがとうございます。おインスタ置いてきぶり、はい、こっちも行こうか。カエルの歌ピエン、お、JK がいる。やっぱりさっきからずっと JK がいるぞ。でもそういうちょっとエモい気持ちになってくれたってことかな、だといいな。そう、カエルの歌方もね、なんかミュージックビデオ見ると本当にちょっと顔やっぱ違う気がします、自分で見るとね。肌はあれだよ、若造だよって、若造は若造だよって言われるかもしれないけど、私としてはねちょっと変わってる。白石また来て、あ、いいですね、カエルの歌歌いに帰りたいですね。ラストレターの撮影をした場所なんですけども、あ、カエルの歌好きだから歌ってくれて嬉しかった。久しぶりでしたよね、よかった。歌うの緊張しますか。うん、だってほら合計でもうすごい数見てるから、ちょっと今行こう、1万人ぐらい見てる、すごいすごい、ありがとうございます。花ちゃん本当におめでとう、ありがとうございます。いやー、つい本当にニット帽私がニット帽かぶりたいって言ったんだけどめっちゃついです、いいな半袖って思いますけど本当ハローって、あ、ハロー、 Nice to meet you。すいません、ここからは分かりません。
とここら辺で行ってみますか。皆さん最後の曲になりますが、もしよかったらノリノリで画面の向こうでもね、ちょっと立ち上がってよ、みんな立ち上がって見てみてくださいよ立ち上がったっていうコメント見るまで始めないからね。同じ誕生日です、おめでとう。あ、はいって、はいって言ってる人いる。それはいいや、立ってくださいよ皆さん。よしよし、立ったって人いた、立ち上がった、よし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 、みんなみんな、よしよしよし、よっしゃみんな立ち上がった。お話し会できる機会を持っているように、おジャズ本当に今年も頑張っていきたいと思うんで、また皆さん応援よろしくお願いします。頑張ります、みんなにいいもの届けられるように頑張ります。せーの、21年間で一番おしゃれなのをいただきましたありがとうございます。嬉しい。じゃあ皆さん後で一緒に食べましょう。スタッフの皆さん、いやスタッフが美味しくいただきましたということでありがとうございますまさかね、ケーキ欲しいなって思ってたけど、まさかねこの生配信中に皆さん、ね、今立たせたところなのにすいませんやってもらって、いやでももう一度立ち上がってもらってもいいですか。ちょっと愛の印これから歌いたいと思うので、あ、おめでとうおめでとう、ありがとうございます、嬉しい。ハッピーバースデーだって、ありがとう、大人になったねって、ありがとうございます。お腹空いてたのって、あ、はい緊張するとお腹空きます。よし立った、よし行きましょう。それでは改めて聞いてください、愛の印。I'm not afraid to die.
またね。